殺戸倒幕の密約記念碑、山田義久場の名が刻まれている、京都市東山区、山田平左衛門明治39年1月6日は、土佐藩上司、春昇大使、自由民権運動家、立志社の第二代社長、高知教会の長老でプロテスタント、家門は、オークスコーと同じ、菊水、早昇隊、谷尾津井のし,し山路中七、中列、 谷寛衛、谷田敵、山田平左衛門、吉本平之助幸を、後烈、片岡健吉、真鍋正清、西山栄、北村重より、別府被告郎菊水硬貨2年5月18日、土佐藩、山田清志宿の子息として、高知城下帯山地に生まれる。意味名は清廉、陽名は、山田義久馬。晩年は、土井生を称した。 犬井大輔や相良創造らと武力倒幕を唱え、慶応四年伏見の戦いでは、山内陽道の静止を振り切り殺土倒幕の密約に基づいて参戦し、土佐藩の早正隊が編成せられるや板垣、大輔によって正隊指令に抜擢され母親戦争に従軍して、抜群の武勲を挙げた。明治四年六月十三日、二十八歳の時に慶応義塾に入学し、同年、 共同団に入る。明治6年政官論に敗れて、高知に帰り、板垣大輔や片岡県吉らと立志社の設立に参加したが、1877年の西南戦争の折、挙兵を陰謀した県議によって、金国一年の刑を受けた。出国後、明治10年2月、片岡県吉に代わって立志社の第二大社長となり、自由民権運動を主導した。 明治18年6月28日、高知市中島町の森竹市協定において、ミロル宣教師によって、宣令を受けプロテスタントとなる。明治20年6月26日、片岡基吉、坂本直観らと共に、山田平左衛門が、高知協会の長老に選ばれた。明治21年5月15日、板垣大輔の長男、保太郎が、高知県土佐郡主崎町に、 私立学校太平学校を設立し、山田平左衛門は招かれてその校長となる。開校初年度は、教員13名、生徒203名であった。同校は尋常小学校卒業者を入学の、対象者とし A、和、漢、数、仏学、法律、翻訳などの教育に心血を注いだ。明治26年、植村正久、伊ぶか之助、グリけ、ン宣教師、 片岡県吉、坂本直観らと協力して、高知県下の伝道を行った。明治31年3月5日、第5回総選挙に立候補し当選。土曜新聞の社長に押された。明治39年1月6日商店。去年62歳。人柄は重厚にして、果敢、また拳の風格を兼ね備え人望が扱った。墓には、 土井平左衛門の墓と刻まれている。山田家の先祖は、尾張国山田軍山田将を領して、主とした。お田氏に仕えたが後浪人して、関白秀寺に仕えた。山田平左衛門の直系の先祖は、お安む物語で知られる、お安の父、山田作古読みである。ありがとうございます。